豪華競馬芸人対抗、目指せ競馬中継。福岡吉本3年目ベングルの豊島と申します。よっ。あの先日の武豊さんに競馬愛を伝える T1 グランプリ、これ私優勝させていただきましたんで、はい、今回の企画ぜひ爪痕残して頑張りたいと思ってますよ。緊張してます。口周り不良ですか？口元不良ですか？ちょっと不良ばば。ちょっと締め合わせなかったな。そして僕が福岡吉本芸歴3年目カーネギーの澤と言います。お願いします。競馬歴の方がですね、7年間ありまして、一番思い出に残ってるレースは2017年の NHK マイルカップ、アイロリックが勝った時に僕はあのお世話になりましたんでね、それが一番思い出に残ってます。で僕下の名前がトールっていうんで、好きな馬のオルフェーブルにちなんで、この YouTube 企画内ではトルフェーブルと呼んでください。お願いします。トルフェーブル、トルフェーブルね。福岡吉本芸歴2年目デメキンの田中です。僕はですね、競馬歴はあのメダルゲームを入れると20年ぐらいやってまして、スターフォースっていう、こうなぜなぜなんですよ。あれ楽しいんですよ。あったけど、 あれめちゃくちゃやってて、で、あとその思い出のレースはやっぱ2014年のジャパンカップ、エピファネイアが勝ったレース。ーあれで僕はあの20、30万ぐらい買って、おで、エピファネイアがそのまま有馬記念出るということで、有馬記念に15万ぶっ込んだら5着でした。だから、で、エピファネイアが大好きなんで、競馬、ここのチャンネル内では、アツシダゴッホと呼んでください。関係ないじゃん。祭りダゴッホじゃないですか。アツシダゴッホ。MC 決めじゃんけんを。じゃんけんします。じゃんけんで。MC 決め競馬じゃんけん。やります。競馬じゃんけん。競馬やじゃんけん。初めて聞いたんですか、競馬じゃんけん。いきますよ。最初は、ヒー、じゃんけんぽん。あ、勝ちました。この企画は今日から4週、はい、12月に行われる日曜日の G1 レースを3人がそれぞれ予想して、はい、その収支で競います。はい、収支がトップだった方はなんと2020年冬の小倉競馬開催期間中の競馬ビートに出演できます。これはでかいね。絶対これ勝ちたいよね。本当俺競馬ビートに出るために芸人になりましたからね。そうなの？はい。それを言っても過言ではないぐらいですから。あ、まあそれぐらい競馬愛が出ましたもんね、前回。まあ、そう、もう本当めちゃくちゃ羨ましがってますから俺たち二人。楽しかった俺。やっとチャンスもらえたからまた。よかった。何の爪痕も残せんかったけど。気合い入れていきますよここは。で、絶対負けられないです。はい、まあ、今回はね。そしてあの第1回目として、はい、1回目今週の予想、予想は G1 チャンピオンズカップです。はい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 、これチャンピオンズカップ、はい、中京 1800m ね、1800m、 もうダートのダートの王様を決めるというね、はい、その年のねダート王を決めるレースで、チャンピオンズカップ勝った馬は、はいはいはい、まあ、その年の最優秀ダート、はいはいはい、これ選ばれるね、選ばれる、可能性が、はい、非常に高いレースになってるん で、 そうです、ね、もう本当ダート界のトップがね、はい、集まるような、はい、でもこのチャンピオンズカップって非常に荒れやすいレースなんでね、うん、ちょっと初戦にしてはちょっと難しいかもしれない、はい、難しい、だからこそ思いますよ。確かにだからこそ、ね、そのはい、ここ取ってたら相当なハンデがもらえるかもしれないですね。確かにここが一番重要かもしれないですね。一番大事なレース、まあ、このレース人気薄も結構きますね。確かに確かに、そう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 、そういうレースだったんですね。人気馬だけじゃないというね、はい、うん、あとは今回は注目馬としてはソダシ、ソダシね、ソダシ、はい、初の白毛馬っていうんですよね。めちゃくちゃ綺麗よね。はいはいはい、もうすごい綺麗。確かに確かに、うん、でもお父さんが一応黒船で、はい、そうですね、お父さんもこのチャンピオンズカップを勝ってる馬じゃないですか、うんうんうん、その娘だからといって、うん、その芝を走ってましたけど、うん、今回狙いに来てるじゃないですか、うんうん、そこがどう出るのか、まあそうね、噛むのか噛まないのか、注目ポイント、まあ、めちゃくちゃ注目ポイント、二刀流やんね。そうそう、二刀流ですよ今。で、まあ、応援したくなるもんね。まあ確かに、あんな綺麗やったら。確かに綺麗な白ですもんね。さあ、その予想をどう加味して、はい、馬券を買うかっていうね。確かに確かに、もう発表していきますか。発表していきましょうか。いきましょう。ルールがありまして、あ、お願いします。はいはいはい、
4週あるじゃないですか、はい、1人1レース1万円、1万円っていう軍資金で、まあ、これはおのおの用意してもらうんですけど、まあ苦しいですよこの1万円用意するのも、1万ね、自腹、それは自腹だよそれは自腹で何とかしてもらって1万円で何とかしていくっていうね、だからこれ劇場1レース1万円って劇場の10回分ですからね、うん、確かに10回頑張ってお客さんを10回笑かさんといかんのか、はい、この1枚使ったらしゃーねーな、僕からいきましょうか、お願いします、はい、はい、僕はですね、こちら3連単二等軸マルチで、お、帝王ケインズ、そして、はい、中和ウィザード、まあ人気どころですね、はい、こう二等軸マルチにして相手5と、はいはいはい、2、4、5、9、12、これまあ30点これ各300円で、はい、でまあ9000円と2、4、5、9、12、はい、インティ、エアスピネル、うん、オーバルニュー、クリンチャー、はい、なるほど、はい、まあやっぱこう人気どころ買ってるんでちょっと穴も押さえとかないとな、でも結構名の知れた馬たちばっかりですね、まあそうです、こうインティ、エアスピネル、クリンチャーなんか、いやこのレースね、はい、あれなんやリピーターがすごい多い、ほう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 、インティとかね、確かに去年、はい、3着、去年3着でした、でその前の年も3着来てる、そう来てました、うん、はい、でこのチューアビザード、チューアビザード、これも去年来てますから、去年の覇者、うん、はい、2連覇かかって、そうそう、うん、そしてね、まあ、僕このチューアビザード本命にしてるんですけど、うん、この今年のね秋からの G1 レース、うん、これサインがあるの、え、なになになに、気になる、あのねこれスプリンターズステークスからね、ほう、一着馬、はい、ピクシーナイト、ピクシーナイト、秋華賞赤い鳥の娘、はい、菊花賞タイトルホルダー、はい、そして天皇賞コントレイル、はい、エリザベス女王杯赤い糸、はい、ジャパンカップコントレイル、はい、これね、え、あのね、ちょっとね、全部ね、糸が入ってるんよ。え？ちょっと見せてください。ビクシーナイト。ナイト。ナイト。赤い鳥の娘。赤い糸。タイトルホルダー。はい、コントレイル。コントレイル。赤い糸。コントレイル。コントレイル。コントレイルだけ無理やりやし。この前2回走っとけ。いやいやいや。いやでもなんでその一着を上げてるのにその。天皇賞秋だけ3着上げてるんですか、そう、コントレイルはその2回来たけですジャパンカップも2回来たけです1と都が入っとるんよ1着じゃないとダメでしょ、1着も上げないとダメでしょ、いや今回、はい、で馬探したんよ、探して1と都います入っとるやつ、おう、おるんよ、何、中和ビザードないどこに、どこ中和どこに、ね、ちょっと小さいんですけどね、はいいとね、どうっていう、いや、いい、どうだよね、いや、ちょっと、ね、しりとりみたいな小さいね、この、絶対こう中和さ、でも糸が入ってるから、これもう僕の糸も込めてますよ、これには僕の糸も込めてるどういうことっす、僕はこれです、三連単、軸二頭マルチ、じゃん、二通り買っておりまして、おまずは帝王ケインズとオーバルニューの二等軸に流しが2、7、13、14、15、結構このレース外目が不利って言われてるけど、ちょっと外目がね3といるじゃん、けどあの調教が良かった、ああ調教、3区調教見るもんね、調教目が14、15、はい、はい、だからもううち買いたいけど、うちまで手伸ばしたらちょっと資金的にちょっともう苦しいし、なるほどと思ってもう外を選んじゃいました、僕はまずこの一通り買い目と二通り目がこちらです、オーバルニューとチューワウィザードの二等軸マルチ、はい、相手は2、7、6、14、15、これを30点100円ずつ買って、おー、はい、100円ずつ6000円じゃん、はい、6000円でしょ、でもパターン買ってましたよ、あと生まれこれ6、9、9、13って買ってますから、9が来なかった場合の63の本命どころ、生まれ帝王ケインズとチュアビザードの生まれに2000円と、はい、でオーバルニュがやっぱり俺の軸馬なんで、はい、人気どころの、帝王ケインズとチュアビザードの生まれ各1000円ずつ、これ4000円になりますんで、
6000円プラス4000円で1万円、これで勝負しようかなと、ね、はい、なるほど。僕はサインとか小賢しいことはもう何もないです。僕は自分の直感の調教だけを信じてこれで買わしてもらいます。はい、なるほど。なんか文句ありますか？いや、もう文句しかないですよ。何、お二人は何で馬選びすぎ。いやいや、だってね、そもそもそんないっぱいしたら俺だって当たりますよ。じゃあ何ですか？僕はもう2頭しか選んでないです。え、僕の買い目は帝王ケインズとサンライズホープの67の馬連とワイド5000円ずつ。おお、いや、まあこの6番の帝王ケインズはもうお二方も入れてるんですけど、あ、まあ、ね、まあこれ来るだろうね。そう、2番人気ですよね、はい、予想は、はい、うん、でこいつですよ、この7番のサンライズホープ、うん、こいつ中京を3回しかまだ走ったことないですけど、うん、ダート、うん、2着1着1着で来てるんですよ。連帯を外してない、連帯を外してない。お、そして確かこれみゆきさんでしょ。みゆきさんとずっとコンビというか、あ、組んでたんや、組んでてずっと今回みゆきさんなんで、うん、マジで来ますよ。うん、で確かこれはどっちもに濁点が入ってんすよ。そう、なんか共通点を見つけようとかじゃない、濁点が入ってんすよ。いや、いっぱいいるよ、まだダート濁点でしょ。いやいや、まだいっぱいいるよ。そんな馬いっぱいおるよ。うん、チュアビザードだって入ってるし。まあまあまあ、それはまずは三重騎手は揚げ足取るのやめましょう。中京1800はかなりいい成績残してる。ほんとそうですよ、ね、ほうほうほう。だからもうこの2点でいいんじゃないか、そんないっぱい、まあ、マルチとか選定、まあ男らしいね。でも言うほどの人気だからね、サンライズホープも。いやでも帝王ケインズは一番人気になると思います、最終的に、一番人気か二番人気か、一番人気ですもんね。まあそうね。でもサンライズホープ今3番人気よ、今はでしょ、うん、でもここに多分中和リザードが上がってくると思うんですよ。はいはいはい、うん、絶対、まあまあ、うん、ってことは4番人気5番人気ぐらいになる。5番人気ぐらいになったら、うん、僕の計算では大体20倍はつきます、馬連は。おお、10万や、はい、10万はもうもらいました。いや、まだもうかなりリードする。ありがとうございます。ワイドだと、はい、ワイドは、ワイドは多分5倍ぐらい、5倍、だから2万、12万5千ありがとうございます。もう勝った気でよ、回収率 1250% です。いやでも3人ともソダシ、確かにソダシ買ってない、これ買ってないよ。1番相手も入れてないですか？入れてない、入れてない俺。やっぱ不安要素しかないもんね。まあ確かに。いやね、ダート決闘って言われてるけど、言われてるけど、いきなりね、やっぱりその G1 に出てきて、はい、その結果を残すっていうですね、まあ、ちょっと、はい、不安がすごい大きかった。あと冒頭に言ったけど、お父さんは、うん、黒船はちゃんと前哨戦を勝って、うん、チャンピオンズカップを勝ってる、武蔵野ステークス、武蔵野ステークス、うんうん、でもソダシは、うん、砂の経験ないじゃないですか。そうね。あと俺的にも距離にも不安があるんですよ。1008はちょっと長いんじゃないかと。ちょっと長い。ちょっとマイルまでじゃないと力を出せないのかと。うんうん、札幌記念勝ちましたけど、うん、あの時はまあペースもスローで、スローで前にいて後ろから車がいなかったからゆっくり逃げて。はい。あと札幌競馬場ちょっと狭いんでね。小回り。小回りだから逃げ馬有利になる傾向があったから、まあ勝てただけであって、うん、中京のダートは広いですから。はいはいはい、直線も長いし。中京澤さんめっちゃ詳しいんですよね。うん、ああ。まあまあまあ。一応、はい、そうですね、高校卒業してから、うん、愛知県の方に住んでましたんで、僕の歌で、中京競馬場は僕の、まあ、庭ですからね、うんうん、見に行ったこともある。あります、あります。チャンピオンズカップ行きました。行きました、行きました。何のレースの時に？アスカのロマンが3着になった時、アオーディが2着、1着が、まあ、1着ちょっと忘れちゃったけど、アオーディ見たの？アオーディ見ましたよ。その時はちなみに当たりましたか？僕は外れました。全然見ました。武豊騎手、アオーディで JBC クラシック優勝したんやけど、はいはいはい、あの時ね、名言残してるの、武豊騎手は。勝利者インタビューの時に、次は中京でアオーディっていうね、最強のね、インタビューをね、残したの。面白かった。面白かった。った素晴らしいわ。親父ギャグだから、親父には、進めるものがあったんでしょうね。T1 とってちょっと、武豊騎手にこびてない。そんなことないよ。ちゃんと勝ってるし、インティさん。いやいや、もちろん。インティはだって、まあ、リピーターとしてね。リピーター。いや、でも、ソダシはね、はい、俺も、こんなに人気しとるけど、はい、1着はないと思ってるよ。いや、まあ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 。もう、もし、これ1着来たら、俺も坊主にしますから。ガチで言ってますね。ガチでしてくださいよ、そんな。言いましたね。ガチでしてくださいよ。ちょっと口が滑りましたね。いやいやいや、もうダメです。もうダメです。男に二言はないですからね。
え、どうしますか。しますか。しますか。一着。なんてことを言ってしまったんや。仕事にも影響出てくると思いますけど、しますか。娘に見せられんよ。笑われるもん。毎日髪型を真っ白にしてください。育ちちょっとやべえ、熱が上がってしまって変なこと言ってしまったけど。最初から、ね、しますか。しますか。しますか。それはね、男に二言はないですよ。しますね。はい、じゃあ一着。わかりました。応援はしますよ、でも。まあまあまあ、応援はするけど一着はないと思いますし、一着に来たら坊主にしますよ。おー、言いましたね。よし、決まりました。多分来週のオープニングは豊島さんのバリカンシーンから入りますね。確かに。ウィーンってやってるところから。五輪？五輪ですか？五輪ですか？五輪？五輪ですか？そんなに短くいく？オリンピックも終わったし五輪にしますか？どういうことですか？それに関してはどういうことですか？五輪終わった最中だったらまだし、終わったことだし、だいぶ前やし。じゃあまあということで、はい、チャンピオンカツ。ずっと不良だわ。チャンピオンカッツって何？チャンピオンカッツ言わなかったけど、ずっと甘がきしてもう坊主しろ、もう坊主しろ。生まれて初めて言ったチャンピオンカッツを。チャンピオンカッツ、チャンピオンカッツ。はい、それではね、チャンピオンズカップは12月5日日曜、はい、中京11レースです。はい、はい、来週の動画で結果発表しますので、はい、お楽しみに。お願いします。頼むぞー。います。